足の匂いを消す方法ありますかってことなんですが、足の匂いの原因にもよるんですけれども、おすすめの方法としては、例えば足の匂いってどっから来るのっていうのの研究とか、足の匂いがもたらす原因として面白いのが、これ日本人の確か高校生か誰かが、ね、論文かなんかで出したんですけど、蚊に刺されやすい人って足が臭いって、まあ、もっと言うと足のこの表面ですね、この足のこういうこの部分、甲とかこの部分とか裏とかにいる常在菌がいて、この常在菌が足の裏から出てくる油脂を分解して匂いが発生されて、それに向かって蚊が集まってくるんですよ。だから実際に足のこの足首から下の部分をアルコールとかで消毒して拭き取ったりするとどうなるかっていうと、蚊に刺される確率が3分の1とか4分の1ぐらいまで減るらしいんですよ。って考えると、だから定期的に消毒するのはいいかもしれませんね。あとは加齢臭みたいなもんだったら、やっぱり体内の酸化の問題があるので、酸化とか炎症の問題があるので、それに関しては、抗炎症性の高い食べ物を食べるとかっていうのが重要なんじゃないかなと思います。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。